テニスの四大大会、ウィンブルドンは2日、ロンドン郊外のオールイングランドクラブで開幕する。男子シングルスで第24シードの錦織圭、28イコール日清食品は1日、会場内の練習コートで約2時間汗を流した。前日は疲労回復のためにコート上での練習を回避したが、この日はノバク・ジョコビッチ、31イコールセルビアを相手に精力的に練習を行った。当初の予定は1時間だったが、それが終わってからもコートを移して継続した。3日に予定される世界200位のクリスチャン・ハリソン、24イコール米国、との1回戦に向け、着々と仕上がっている。開幕初日の日本勢は男子シングルスに西岡良仁、22イコールミキハウス、が登場する。